ホーム高下駅のため冬は富士山がよく見える2018年現在富士山は階段付近よりわずかに見える程度である八坂駅は東京都東村山市坂江町3丁目にある西武鉄道玉湖線の駅である駅番号は ST05 当駅の西約200メートルの地点で国分寺線が交差しているが国分寺線には駅がなく連絡していない また、南へ約300メートルの地点には、隣の萩山駅で分岐した灰島線の高架橋があり、当駅近くの八坂交差点では、同一地点から北に、玉湖線、西に、国分寺線、南に、灰島線の列車を見ることができる。八坂駅は1942年の太平洋戦争の最中に開業した。この時期に駅が設置されたのは、 陸軍少年通信兵学校と陸軍兵器補給所小平文章が沿線に建設されることとなり、軍部から停留所の設置を求められたからである。その後、村山、山口貯水地に向かう他の路線が次々と休止されたが、玉子線は走り続けた。一面一線の短式ホームの森土地上にある高架駅で駅舎は地上にある。 エレベーターエースカレーターが設置されている。当駅のすぐ西で線路が東京都道17号所沢府中線と立体交差している。2020年度の1日平均乗降人員は4816人である。西武鉄道全92駅中75位。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は下記の通り。商店街が 久米川駅から東駅まで続いている。バス停は旧駅舎前にあり、現在の駅前やガード下でバス待ちをする人に向け掲示が出ている。最寄り停留所は駅前の府中街道にある、八坂駅前である。旧駅舎前より移設はされていない。以下の路線が乗り入れ、西部バスにより運行されている。ありがとうございます。